阪神の主砲、大山祐介、FA 講師で衝撃の決断、巨人が本格調査に乗り出す。恩義と愛着に揺れながらも、野球人生最大の決断へ、阪神タイガースの主力内野手、大山祐介、29が、今季取得した国内フリーエージェント、FA 権を行使する決断を下しました。12日には球団へ移行を伝え、 正式に申請手続きを済ませた模様です大山にとって宣言残留も選択肢として有力である一方巨人をはじめとした複数の球団がその動向に注目しており争奪戦の火蓋が切って落とされる見込みです14日に npb から fa 宣言選手の工事が行われ15日には他球団との交渉が解禁となる予定です 熟慮の末に虎の手法、大山が大きな決断を下しましたこの日球団に自身の意思を正式に伝え FA 申請書類を提出したことにより今季オフの FA 市場の中心人物として注目を集めることとなりました関係者によれば大山は球団の熱意ある遺留交渉に感謝の意を示しつつも 自身の野球人生における新たな挑戦や他球団からの評価を一度聞いてみたい気持ちを抱いているとのことですそのため宣言残留の道も視野に入れつつ全ての選択肢を慎重に吟味し最終的な結論を下す姿勢をとっていると考えられています一方球団側も全力で遺留に努めており 現在の年俸2億8000万円からの大幅増額や4年契約の提示も検討しているとみられています藤川新監督のもとで再び優勝を目指す阪神としては大山の存在は欠かせないものであり島村球団本部長も彼に残ってもらいたい気持ちは変わらないと語りました2016年のドラフト行きで阪神に入団した大山は 2018年から7年連続で2桁本塁打を記録し、2020年には自身最多の28本塁打を放ちました。昨季は打率288、19本塁打、78打点を記録し、18年ぶりのリーグ優勝と38年ぶりの日本一の立脚者となりました。今季も得点圏打率3号4で勝負強さを発揮し、 堅実なな守備や献献身的なプレーーでチームに貢献しています阪神から国内の他球団へ FA 移籍した選手は過去7人おり最後に移籍したのは2017年の大和 DeNA ですが阪神生え抜きの主軸打者が移籍する前例はありません巨人など打線強化を求める複数の球団が大山に注目しており彼が縦島に再び袖を通すのか あるいは新天地での挑戦を選ぶのか今後の動向が注目されています大山祐介大山祐介1994年12月19日生まれ茨城県出身現在29歳高校時代は茨城県の筑波修営高校に通ったが甲子園出場はかなわなかったその後 白鴎大学に進学し、2016年のドラフトで阪神から意気指名を受け入団。2023年シーズンには、リーグトップの出塁率を記録し、ベストナイン、さらにゴールデングラブ賞も獲得。さらに、38年ぶりの日本一達成に大きく貢献した。今年で8年目となる大山は、130試合に出場して打率259。 14本塁打68打点を記録し打線の中心として存在感を示している身長1 8 1ンチ、体重9 4キロ、右投げ右打ち今季の年俸は2億8000万円とされているファンの反応西武が全力で獲得に乗り出すべき選手なのではないでしょうか 阪神の4番打者として日本一に貢献した実績があり今年のドラフトで獲得した渡辺選手や若手選手にとっても模範となる存在になるはずですどちらにせよ残留か移籍かは大山選手本人の決断に委ねるべきなので温かく見守るのみですね昨年の契約公開で大山選手が球団からの複数年契約の提案を断った時点で fa 権行使はある意味で予想されていたことかもしれません今年30歳になる彼にとって今後の数年が選手としての全盛期と考えられますその全盛期をどの球団で過ごすかは彼の人生にも大きく関わる決断でしょうそしてプロ選手にとって評価とはすなわち契約金額です阪神残留を最優先としつつも 他球団の評価を聞きたいというのはごく自然なことだと思います。どんな選択をするにしても、外野からとやかく言うことではありません。もちろん、阪神に残ってくれるのが一番ですが、大山選手が納得できる条件が提示されることを願っています。令和の時代に入り、いつまでも、 巨人と阪神の間での移籍は禁断という古い風潮は払拭されるべきですもし大山選手が巨人のオファーに興味を持ったなら周囲に遠慮せず堂々と交渉に臨めるべきだと思いますし逆に岡本選手が阪神に行きたいと考えたら宣言して移籍できる環境があるべきです大山選手にはその先駆者になってもらいたいですね 仮に彼が巨人移籍を希望しているなら歴史的にも禁断の移籍と言われたこの決断には相当な葛藤があったはずです条件や環境以外のことで悩まなくて済むようにしてあげたいと思いますもし巨人との交渉に踏み切るならばそれは彼にとって本当に勇気ある選択になるでしょう FA という選手主体の権利を活用し 堂々ととと自分を売り込む姿勢は健全で良いことだと思いますタイガースのために戦う、糸原健斗が FA 権を行使せず、残留表明、監督とファンと共に頂点へ挑む2025年、阪神タイガースの糸原健斗内野手、32歳は12日、西宮市にある球団事務所で会見を開き、 今期取得した国内フリーエージェント FA 権を行使せずにチームに残留することを正式に発表しました契約は単年で年俸は現状維持の7000万円推定何よりも強い阪神への愛着を残留の大きな理由として挙げ新たに藤川大成を迎える来期への決意を示しました13日が今オフの FA 権行使期限である中 大山祐介内野手29歳坂本聖志郎捕手31歳の動向も注目を集めています晴れやかな表情で球団機の前に立つその姿からも阪神への思いが伝わる虎一筋で過ごしてきた彼にとって FA 権を行使しての移籍という選択肢はなかったようだ2025年 阪神での復活を目指すその心は固く、糸原選手はその決意をこう語りました。今回、FA 権を行使せずに阪神タイガースで来季もプレーさせていただくことを決めました。このチームが好きですし、もう一度ここで優勝して、日本一の喜びをファンと分かち合いたいです。2017年、JXENEOS からドラフト5位で入団後、 その巧みな打撃と勝負強さで遊撃手や二塁手のポジションを掴んできました。しかし、近年は若手の台頭もあり、代打としての出場が中心となり、今季は89試合の出場で打率216と不本意な成績に終わりました。それでも彼が選んだのは新たな環境ではなく、心のよりどころである阪神タイガースへの愛情でした。 そして彼の大きな原動力となっているのは熱烈な声援をくれる熱いファンの存在だと明かしましたあの熱いファンの方々の前で来年もプレイできることが大きなモチベーションと話し単年契約で現状維持の7000万円で契約を更新しました悔しい成績が続いています来年が本当に分岐点 いわば勝負の年だと感じています1年間全力で挑みますその決意を体現するかのように彼は単年契約に臨みました新監督の藤川氏には11日に電話で残留を報告し一緒に頑張ろうとの言葉をもらったと再びの決意を新たにしましたチームが一丸となり 監督を胴上げできるようにそしてファンの皆さんと再びあの喜びをあの光景を共に分かち合いたいと思っていますもう一度最高の景色を求めて来季も縦じのユニフォームをまとい糸原選手は再びグラウンドでその姿を踊らせるでしょうファンの反応 今シーズンの代打としての成績は率直に言って残念だったけれど、7000万円の年俸は破格だと思う。来シーズンも代打が主になるかもしれないが、最低でも打率250、260を目指して勝利に貢献してほしい。そして、優勝を目指して全力で頑張ってほしい。今年 FA 権を取得した4選手がもし残る意思がないのなら、 若手にその枠を譲ってもらいたいた正直彼らの今後に劇的な成長は期待しづらいし今の成績で一軍枠を埋めていてはチームの未来が見えないここは未知数の魅力がある若手にチャンスを与えるべきタイミングだと思う自分の実力や評価をちゃんと理解してるやん FA してもどこも取らないよ やっぱり阪神がお似合いだし、ここで落ち着いた方がいいんじゃないいや、マジで。